新視点聞くニュースへようこそ中国共産党の3人子政策が発表されましたが各界から懸念の声が上がっていますロイター通信6月1日の報道によると中国の大都市では子育てにかかる費用が高いため多くの親になりたい人が子育てを躊躇しているようです中共当局は5月31日結婚している夫婦は3人まで子供を持つことができると発表しました これは最近の国勢調査で世界で最も人口の多い国の出生率が低下したため二人っ子政策の緩和に続くさらに大きな変化です中国の出生率は女性1人当たり平均1.3人にまで低下しており2016年に北京の一人っ子政策が廃止されてからも効果は現れていないことを示唆しています 中国のインターネット上の情報によると3人子政策に対しての世論は冷ややかなもので少子化対策に対する国民の熱意のなささらに生活に対するストレスや無力感が反映されています中国の公立病院での出産は妊婦健診や出産費用を含めて国民医療保険でカバーされているのが一般的ですが公立病院は医療資源が不足しているため10万元 1> 約170万円以上の費用がかかる私立クリニックを利用する妊婦が増えていますまた裕福な家庭では出産後最初の1ヶ月間母親と赤ちゃんの世話をする保母さんを雇うことが多くその費用は約1万5000円約25万円にもなりますまた専門的なケアとサービスを提供する産後センターに集まる新米ママもいて 北京の王府井区にある施設では、月に十五万元から三十五万元、約二百五十万円から六百万円の費用がかかります。中国の大都市の家庭では、オーストラリアやニュージーランドから輸入した粉ミルクを子供に飲ませたり、幼児教育センターに通わせたりします。裕福な親たちは、北京の海電区のような良い学区のマンションを購入したがるため。 住宅の平均価格は1平方メートルあたり9万元約150万円を超えニューヨークのマンハッタンの住宅価格の中間値に相当します戸籍や滞在許可証を持っていない場合は公立学校に通えません子どもたちは私立学校に通わなければならず年間4万元から25万元約68万円から430万円の費用がかかります 親になってからは生活費のほとんどは一人っ子の教育に投資し家庭教師やピアノ、テニス、チェスなどの習い事をさせます競争が激しいため中国の子育てではジーワーという言葉が流行っています子供にやる気を起こさせるという意味で子育てに熱心な親は子供の競争力を上げるために習い事をさせていますジーワーのかにニューワーやチンワというのもあります ニューワーは優秀な子どものことでチンワーは普通の子とも呼ばれて成績などが平均的な子どものことを指します2019年上海社会科学院の報告書によると上海市西安区の平均的な家庭では子どもが生まれてから中学卒業15歳までに1人当たり84万元約1430万円近くを費やし 教育費だけで51万元約870万円を費やしています報告書によると上海の西安区と民行区の年収5万元約75万円以下の低所得世帯は収入の70%以上を子供に費やしているといいます高い保育料一人っ子として育ったことへのプレッシャー将来親の面倒を期待される中で多くの若者が子供を持つことに躊躇しています 2021年のソーシャルメディアにおける若者の意見を反映した新しい流行語は「東平横になる」であり中国の抑圧的な労働文化に対する若者の不満は忍耐強く奮闘することより「東平横たわる」ことを選びました具体的には家を買わない車を買わない結婚しない子供を作らないお金を使わない 最低限の生活を維持し金儲けの機会や搾取される奴隷になることを拒否するなどが提唱されています中国共産党中共国務院の李克強首相は2020年5月の全国人民代表大会閉幕後の記者会見で6億人が月1000元しか稼げないと珍しく公言しました中国の最新の国勢調査では総人口は14億1000万人とされています 今回の新視点聞くニュースはここまでとなります。チャンネル登録といいね、またアラーム設定をお忘れなく、これからもよろしくお願いいたします。